キレのある速球と鋭く曲がる高速スライダーを武器に安定した投球を続ける本格派は今や押しも押されるマリンのエース清水直行。どこから狙うか。初球はストレートから入りました。でも打たれなくて済みましたね。下から伸び上がるストレートに緩急を交えて相手打者を翻弄する唯一無二の正統派サブマリン渡辺俊介。第1球です。まずはまっすぐから入りました。でも打たれなくて済みましたね。切れ味抜群の縦に割れるスライダーで奪三振を奪いまくる。死ぬ気で投げます。小林博之。さあ初球です。最初はストレート持ってきました。ちょっと甘いコースにね入りましたね。球速表示よりも重く球威のあるストレートを中心に力強い投球を見せる剛腕左腕ダン・セラフィニ。さあどこから来るか。最初はストレートから持ってきました。今のは甘いとこ行きましたね。はい、老練な投球術で打者を翻弄するベテラン左腕。マリーンズでは貴重な左腕としてまだまだ頑張る高木浩二。何から持ってくるか。最初は見ていきます。真ん中付近に入ってきましたよね。丁寧にゴロを打たせて取るピッチングが持ち味のベテラン右腕。安定した投球術で打者を翻弄できるか山崎健。初球はどう。ここは見ていきます。真ん中でしたけれどもね。長いリーチから繰り出されるストレートのキレは威力十分。新天地で心機一転復活を期す和製ランディ・ジョンソン鉄腕山北茂俊。さあ第1球いきなりど真ん中に来ました。真ん中でしたけれどもね。はい、甲子園決勝であの松永と投げ合った好投手が社会人ナンバーワンの呼び声高くなるまでに成長しついにプロ入り。松坂世代最後の大物久保康友。どこから攻めるか。その初球ど真ん中から来ました。ちょっと真ん中付近に入ってきました。多彩な変化球を操りひょうひょうと投げ続けるマリンが誇る緩急の魔術師河合隆。どこから行った。まずは見送りました。ちょっと真ん中付近に入ってきましたよね。はい、投げて投げて投げ続ける球界屈指のタフネスサウスポー藤田壮一。1投目最初は見ていきます。今真ん中だったんですけど一球一球魂を込めて打者を抑え込む姿からはかつての気弱さなど微塵も感じさせないセットアッパー転向で完全に生まれ変わったいざ降臨薮田康彦。どこに入れてくるんでしょうか。大きく枠を外してきます。150キロ近い高速シュートと大きく鋭く曲がり落ちるスライダーで打者をねじ伏せる剛腕ストッパー人呼んで幕張の防波堤小林正秀。さあ第1球まずは初球見送りました。今真ん中だったんですけども逆に打ってこなくて。全盛期の力は出せなくともその緻密な投球術で先発投手としての役割は全うする投げる精密機械小宮山悟。どこに出てくるんでしょうか。初球見送っていきます。真ん中のボール見逃した。2年連続の不振から見事に復活を遂げた左右に振り分ける変化球を中心に先発ローテーションの一角を担う小野慎吾。さあここは見ていきます。真ん中のボール見逃した。プロとしての基礎体力不足にもかかわらず2軍では敵知らず順調に育てば一体どんな伝説級投手に育つのか内達也。さあ初球です。最初は見ていきます。ボールカウントワンストライク。スライダーフォークを武器に中継ぎ陣の一角を担う神田義秀。何から持ってくるか。まずは初球見送りました。ワンストライク。バレンタイン監督に次期エースとして指名された期待の本格派左腕大きく羽ばたけ浅間啓太。どこから攻めるか。
いきなりど真ん中に来ました。ワンナッシングです。柔らかい肘使いは天性のもの。伸びのある直球でマリーンズを、そして地元千葉を背負って立つ出島聡。どこに入れてくるか。あっと初球ど真ん中から入りました。ボールカウント1。言い訳などしない。支えてくれた人たち、応援してくれるファンのために全身全霊を込めて投げるのみ、男黒木智弘。さあ最初の1球、いきなりど真ん中に来ました。ワンストライクノーボール。クロスファイヤーと大きく曲がるカーブの威力は十分のはず。左のエースとして復活が待ち望まれる加藤康介。さあ第1球、いきなりど真ん中に来ました。カウント1ストライクノーボールです。意外性のある一発が魅力の強打の捕手。バレンタイン監督のもとマスクを任される機会も増え、正捕手取りのチャンスだ。橋本佑。天性の打撃センスはマリーンズ捕手随一。昨年手術した左膝さえ完治すれば正捕手の座に最も近い里崎智也。高卒3年目とは思えないほどの完成度の高さに加え、はつらつとしたプレーが見る者を魅了する。今年は一体どこまで成長するのか。野球センスの塊、西岡剛。ベテランと呼ばれる領域に差し掛かろうとも、この人を抜きでマリーンズは語れない。ミスターマリーンズ初柴清。背番号も8に変わり、チームの顔へのステップを着実に上り続ける。将来のマリーンズを背負って立て、今江俊明。味方のピンチを一瞬にして断ち切る、その卓越した守備能力は東大随一。小坂ゾーンは今年も健在、小坂誠。毎年確実に3割を狙えるバッティングに加え、勝負強さも身につけたマリンの不動のクリーンナップ福浦和也。決めてくるよと打席に向かい、そして勝負を決する一打を放つマリンの誇るクラッチヒッター堀光一。このままでは終われない。昨年の屈辱を糧に今年こそはと活躍を誓い、韓国野球のプライドをかけて打席に立つイ・スンギョプ。ボールを呼び込んでセンター中心に強い打球を量産する打撃で打線の軸として君臨する。日本で進化したハワイアンパンチ、ベニー・アグバヤニ。高い長打率に出塁率も兼ね備えた今風の長距離砲。ベニーと共にマリーンズ打線を引っ張れ、バルパスクチ。俊足強肩攻守三拍子揃った期待の高センスプレイヤー。上昇マリーンズのためにはこの人のレギュラー定着は必要不可欠だ。サブロー。ベスト入団ながらも2年連続の活躍でもはやマリーンズには欠かせない存在に。堅実な打撃で外野の一角を担う井上潤。パリーグ復帰で失っていた思い切りの良いバッティングを取り戻した。豪快なスイングこそが新庄平下浩二。マリンの元気印ナンバーワン、若々しいガッツあふれるプレーでチームを引っ張るムードメーカー諸角健二。ここ数年の沈黙を破って復活を果たしたベテラン長距離砲。最後にもう一花咲かすぞ柿内哲也。打撃に非凡な才能を見せる期待の若手捕手。将来は首位打者も夢ではない。守備を磨いて一軍入りを目指せ田中将彦。機敏で素早い送球を誇る守備、安定したバットコントロールを誇る打撃。未来のマリンの正捕手はもう目の前、辻俊也。普段の努力でレギュラーをつかみかけた矢先に戦線離脱の不運。今年こそチャンスをつかめ渡辺正人。ファームでいきなり盗塁王を奪った将来の一番候補。今季は一気に一軍定着となるか早坂圭介。
ヒッツを残せるシャープで広角に打てるバッティングが魅力。明るいキャラクターと人間性でチームを引っ張るマット・フランコ。巧みなバットコントロールを見せる左の好打者西岡、今井の活躍に発奮して一軍定着を目指せ。北隆マリーンズに久々に現れた大型スラッガー、アーチの量産をかけろ竹原直隆。全日本の主将を務めた大学ナンバーワンスラッガー、趣味が筋トレは伊達じゃない大松翔一。